しか食べれない食べ物を食べるのが一番だと思うから、それで韓国に来たら一番食べてほしい食べ物です。安いし量も多いし、めっちゃ美味しいし、めっちゃおすすめします。皆さんこんばんは、ティライです。今日は今までもらったメッセージの中で最近一番多くもらった、韓国に旅行行くんですけど、なんかおすすめの食べ物が何ですかって、なんか食べ物をおすすめしてくださいとか、そういうメッセージが多くて、今日はその話をしようと思います。まず韓国に来たら、韓国しか食べれない食べ物を食べるのが一番だと思うから、そういうのを僕が考えてタッファを紹介してみようと思います。まず5位は、前の動画に言ってたカエビの餃子なんです。これは多分日本にはないと思うので、めっちゃおすすめします。安いのも安いし、その店もいっぱい韓国のいろんなところにあるからすぐ食べれるし、24時間のお店だから、そのマポマンドっていう店なんですけど、めっちゃいいと思います。安く食べれるし、味も本当に美味しいんです。それと4位は、やはり韓国はなんか牛より豚がめっちゃ安くて、めっちゃ美味しいんです。それで 4位はデジガエビ。これは本当に店によって味が違うんです。その豚の肉なんですけど、そこにソースにして、一緒にソースをなんか何て言うか、まあめちゃくちゃにして一緒に焼いて食べる感じ。まだまだ日本語の説明ができなくて本当に申し訳ありません。まあそういう感じだけど、本当に柔らかくて、僕は日本に行く前には牛の肉より豚の肉が本当に好きだったんです。そのくらいめっちゃ美味しかったんです。でも日本は牛の肉がめっちゃ美味しくて、牛がこんなに美味しいんだって知ってたんですけど、まあ、それで前の動画で全部肉になってきたっていう。それでなんか店は本当にいろんな店があるから、これはほとんど美味しいと思います。辛くもないし。3位は、韓国しかない寿司だと思うんですけど、ムグンジチョバっていう寿司なんです。寿司の上にキムチが上に入るんですけど、多分高速トミナルとかその駅で有名な店がいっぱいあるんだと思います。僕は他のところで食べたんですけど、このムグンジチョバってなんか、上にキムチが上に入るのって思って、本当になんか味が美味しくなさそうんじゃないですか。僕は本当にそう思ったんですよ。なんかキムチはちょっとあれだなって。僕はキムチめっちゃ好きなんですけど、その寿司とはあんまり合わないと思ったんです。でもなんか食べた時本当にめちゃくちゃ美味しかったんです。そのキムチが辛いキムチじゃなくて、ちょっとスパイキムチなんですけど、ムグンジって長く経ったキムチっていう単語なんです。それでキムチが辛くないし、スパイっていうかちょっと長くなったからスパイんです。辛くないんです。それで日本の方も食べれるし、これも韓国しかないと思うから、韓国の寿司っていう感じ。そのチョバ寿司の上に
魚があるし、その上にキムチがあるんです。それと2は、2はナクチボックムです。ナクチボックムって、ナクチって日本に住んだ時、日本の店で見たことがないんですよ。なんか売ってる店もあんまり見たことないし、多分ナクチっていうのが日本にはあまりないんだと思います。ナクチってこういうなんか生き物なんですけど、タコよりはめっちゃ小さくて、あ、めっちゃ柔らかいんです。でもナクチボックムってちょっと辛いから、辛いのが好きな方は本当に食べてみてください。本当に美味しいんです。そのチーズ高火みたいな感じなんですけど、これが本当に僕がめっちゃ好きな食べ物の中でめっちゃ好きな食べ物なんですけど、本当に美味しいんです。でも店によってその辛さがめっちゃ違うから、めちゃくちゃ辛い店もあるし、あまり辛くない店もあるから、多分これは自分で料理して食べるのが一番だと思うんです。その辛さを調整できるから。それでネットとかでナクチポックの料理するのを見て作るのが一番だと思うんですけど、ナクチってなかなか高いから、まあ韓国に来たら一度食べてみてください。まあでもこれは辛いの好きな人は、食べてみてくださいね。それで1位は、これは韓国に来たら本当に食べてみてください。ちょっと1位はまず湯ガネっていう、その高エビ、チーズ高エビの韓国でめっちゃ有名な店なんですけど、ここの高エビじゃなくて、高エビって、チーズ高エビは日本にもあるから、そのポックンバって言うんですけど、その高エビを全部食べた後、そこにご飯を入れてポックンバを作ってくれるんです。でもこの店はその高エビを食べなくてもすぐそのポックンバを作ってくれるんです。もともとはその高エビを全部食べて、その残り分でご飯入れてポックンバで作って食べるんですけど、高エビを全部食べたらそのお腹いっぱいになってご飯を入れて食べるのがちょっときっちり感じ。でもその店はすぐそのポックンバップを食べれるから、めっちゃ有名な店なんです。僕はそのチーズ高エビも美味しいけど、その食べた後のポックンバップで作って食べるのが本当に美味しいんだと思います。その高エビの一番美味しいところは、その残り分でそうご飯を作って食べるのが一番美味しいところだと思います。それで一度食べてみてくださいね。めっちゃ多分1人分に500、5000円くらいだからめっちゃ安いし、お腹もいっぱいになります。なんかそれでポックンバップして、そこにチーズを入れて、チーズが多分200円くらいなんですけど、そのチーズを追加して一緒に食べたら本当に美味しいんです。でもちょっと辛いから、でも辛ラーメンよりは辛くないんです。それで多分辛いのが下手な人もちょっと辛いかもしれないんですけど、本当に美味しいんです。それで韓国に来たら一番食べてほしい食べ物です。安いし、量も多いし、めっちゃ美味しいし、めっちゃおすすめします。なんか僕に聞きたいことやなんか質問がある方はコメントとか、なんかこういう動画してくださいとか、そういうのがあったらコメントとかしてくれたら嬉しいです。今日はここまでです。ありがとうございます。
楽楽。